はい、こんばんは。ですね、今日はまあネット村の使い方というか、僕が結構そのネット村をどう使ってたかっていうことについて、まあ軽くお話をしたいと思います。ですね、まあ結構その今年はちょっとね、半年ぐらいお休みしてたというか、まあ、別のことしたいなと思ってネット村いなかったんですけど、まあ去年までね、去年の年末ぐらいまでいて、まあ、結構そのなんだかんだ言って、みんなで飲み会しましょうとか、新年会しましょうとか、なんかそういう企画を僕はネット村で立ててたりしてたんですよね。でですね、僕多分そんな印象ないかもしれないですけど、そういう風になんて言うんだろう、みんなでイベントをするとか、要は飲み会の幹事ですよね。なんかそういうのをやるのって、ネット村入るのはね、人生で一回もやったことなくて、結構その人に乗っかってたというか、まあ人がね、建てたとこに行こうみたいな、そういう人間で、でまあネット村でやっぱその一番自分が鍛えたっていう能力は、そこなんですよね。こう、なんて言うんだろう。こう自分で企画立てて、店決めて、こう人呼んでみたいな、なんか、そういうのってなんか自分、本当ネット村入るまで一回もやったことなくて、でネット村ってなんか僕の中ではなんかそうやって企画を立てたりとか、企画な絵をね、家庭に乗っけたりとか、こうどうやって上手くなるっていうのも乗っけてたんですけど、まあ一番良かったのがなんかそうやって自分のその企画するとか、そういうまあ何て言うんだろうな、こうそういうのって結構勇気いるじゃないですか。なんかそういうハードルを取っ払ったっていうのをすごいね、なんかまあ絵に役立つかって言われたらどうなんですかね、役立つか分かんないんですけど、まあ能力としてはなんかそういうのををなんか練習させてもらいましたね。まあ、そう、それが、まあ僕の中で一番ネット村使ってよ、あ、あとあれだ。ネット村すごいやっぱいいのが、例えば僕が今、こう関わってるというか、まあネット村でね、なんか、ちょっと仲良くなった人とかって、どうしようか。ごめんなさいね。結構その、年齢が別々だったりとかするんですよ。なんか年下だったり、年上だったりとか。なんかそういう人たちって、なんか僕の中で、例えばそのネット村じゃなくて、なんか別の例えば職場とかで会ってたら、また多分違ったね、その関わり方になってたと思うんですよね。なんか敬語使ったりとか使われたりだとか。で、フラットにその作品の話をできなかったりだとかしてたと思うんですけど、まあそこで会った人たちとなんかそうやって、まあフラットに関われたのは、なんかすごい良かったなとは思ってます。まあなんで、やっぱ、なんか、まあ、アニメ主塾自体がね、なんかその、なんていうんだ、絵を教えるみたいな、なんかそういう感じだと思うんですけど、なんかネット村とか、まあ SNS があるから、なんかそういうとこで、そう企画する能力を、こう、なんていうんだろう、上げたりだとか。なんかそれ多分絵にも繋がるんですよね。さっき絵に繋がんないみたいなこと言ったんですけど、なんか、そういう、なんか結構やっぱね、幹事になるって勇気がいいじゃないですか。なんか、その幹事になるっていうハードルを超えたことによって、まあもしかしたらね、絵の方でもなんか、これはまだあんま実感できてないですけどね。まあ、こう、そういうハードルをね、なんか超えたことによって、もしかしたら絵の方でね、今後役立つことがあるかもしんないし。でもまあその幹事をするっていう能力って、まあ、今後役立つかもしれないじゃないですか。いろんなとこで。なんで、そういう意味では、ネット村入って一番良かったのは、なんか、あれですよね。だって企画するっていうことを人生で初めてやって、なんかそれに慣れたっていうことと、まあ、あとは、あれですよね。やっぱ自分が普通に会ってたら、多分、別の、なんか、あんまフラットというか、なんか、年上、年下とかそういうめんどくさいね、なんか縛りになってたみたいな、なんかそういう人たちと普通に、こう、作品の話をできるようになったっていう、なんか、それが、なんか一番良かったかなっていうのは思ってます。まあで、今日は、あれですね、なんか、まあ日記なんでね、今日やってたことすると、まああれですね、まあね、一週間に一枚ぐらいイラスト投稿したいんで、なんかそのイラストのラフを書くのに、なんかネット村で生放送をやってましたね。いや、 やっぱ結構ね、なんか、これもしかしたら自分の能力かもしれないですけど、なんか生放送中、2時間半ぐらいずっと喋ってましたね、なんか。いや、なんか結構これは、どうでもいいことだけどね、なんか2時間半ずっと喋ってて、なんか、こう、めっちゃ喉乾いたりとかしてたんですけど、なんか、
結構このぶっちゃけてやっぱ女性の話って面白くて、僕すごい好きなんですよね。なんかこう生理がどうだとか、なんかそういう話をやっぱね、まあここ詳しく言うと結構やばいんで言わないですけど、なんかそういう話をすごい聞きながらラフ書いてて、結構ねそのラフもいい感じになったんで、本当は今日ねささっと書いて投稿しようと思ったんですけど、まあほら斉藤直樹さんも言ってる通り、まあ、僕結構やっぱり A1 枚書くのに2週間ぐらいかかるんですけど、まあ、今回は短めに、まあ明日か明後日投稿できるように頑張るというかやります。結構ラフがねよく書けたんで、でもねラフをよく書いちゃうと聖書の時とかねわりかしこう困っちゃったりするんで、まあ、そこはおいおいやってこうと思います。まあ、今日やってることはそのぐらいで、まあ、いつもはね夜にやってるんですけど、まあ、今日は僕てかまあ毎日ね一応僕ご飯作ってるんで家族の分ので、今買い出しに行ってるところです。でまあそうね、なんかこう動画日記とかやってると買い出しに行く途中にこういうの撮れるからいいなと思ったりとかしてます。まああとは昨日はちょっとサボっちゃったんですけど、今日の昼撮ったんで許してください。はい。まあということで、まあ皆さんもねこう一日はい大事にしていこうなんて お前がやるよって感じだけどね。はい、ってな感じで今日の動画日記はそんな感じですね。まあまだまだ絵をたくさん描いていきたいと思います。まあ、あとネット村の生放送いいかもしんないですね意外と。じゃあそんな感じで、はい、お疲れ様でした。おやすみ。